MZ ファミリーマコポンです。今日はね、このね、日丹水槽に先日行った釣り堀で釣ったね、このヤマメ、そしてイワナはどこかにいますが、隠れちゃってますが、ヤマメとイワナを水槽に追加しました。結構でかいんですよ、これ20センチくらいかな。ヤマメは、イワナの方はね、多分ね27、8センチあるかなというでかさです。あんまり減らずに結構残ってますね。地味ですが、かなり影響はでかいと思いますね。なんつったってね、巨大化しますからね。はい、ではいよいよ赤虫を投入したいと思います。